金メダルへのターンは、九百七十年七月六日から九百七十一年九月二十七日まで、フジテレビ系列局で放送されていた、テレビドラマである。東宝とフジテレビの共同制作、全六十五話。九百六十九年四月から九百七十年五月まで、少女フレンドに連載されていた、細野道子、津田幸雄共作の同名漫画を、ドラマ化。 水泳を通じて、ハードトレーニングや、勝負の厳しさ、そして異性への憧れや青春時代の微妙な心理の、葛藤などを盛り込みながら、ミュンヘンオリンピックで、金メダルを獲得するという目標に向かって邁進する、ヒロイン、あゆコの成長を中心に描いた青春スポーツドラマ。豊島区の東京スイミングセンターを舞台にした作品。撮影スケジュールによっては、千葉県松戸市内のプール、 日本大学桜岡高等学校プールなどの各地もロケに使用された。空中を飛んですべての選手を追い越す飛び魚ターンをはじめ渦を起こして両脇の選手を妨害する渦巻きターン、海門、正美の無呼吸栄法、有田陽子の風車ピッチ栄法、日向のロケットターンなどの高等無形な技が多数登場した。いずれも日本標準時。 ありがとうございます。